小学校でサッカーができる日が決まってて、バスケは毎日できてたんで、そこでシュートとか打ってたらめっちゃ入って楽しかったから始めました。小学2年生の頃で、アイオイミニバスケットボールです。小学5年生の頃に東海大会で準優勝したことです。学院です。小5の頃に先輩が学院にいて、そこで一緒にやりたいなと思って選びました。先輩後輩もなく、とても楽しくできました。神戸と2校目の時に全国大会に行けたことです。体の強さとか、やっぱいろんな戦術がある中でとても難しいなと思いました。速攻から崩して中も取ったり、外でスリーとか決めたりすることです。準決で藤枝明誠とやるんで、そこで勝ち切りたいです。